周回数は30周。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー12番ティームブルーと宮本彩斗。先ほど昼休みインタビューに行ったら緊張するからあまり言わないでみたいな感じのことをねブルートさんが言ってはりましたけれども、さあ本人は至ってね、にこやかな感じでした。落ち着いていると思います。続いてセカンドスタートカーナンバー20番 HRS ジャパン加藤泰斗。こちらはいつもやる気満々な加藤泰斗、2番手からどんなスタートを見せてくれるか。3番グリッドカーナンバー11番ルーチェモータースポーツ酒井仁。予選ではフロントローだった2台が2番手3番手となっています。4番グリッドカーナンバー81番ティームエマティ浦部和久。5番グリッド31番ティグレ加納義政。6番グリッド5番ワンポイント安藤かなと。以上がトップ6です。以下7番手21番 HRS ジャパン百瀬翔、8番手26番ティームブレード片桐涼が、9番手4番 HRS ジャパン山口太陽、10番手44番ティームプレゼントビズワンポイント菊田悟、11番手23番高木プランニング竹本柚月、12番手88番アッシュ黒川文也、13番手83番 HRS ジャパン大三川春人。以上の13台です。昨日の段階から早いと言われていたのは加藤、酒井、浦部、そして竹本だったんですが、その竹本今日になってちょっと不調に悩まされています。スターティンググリッドは11番手。さあそして昨日から下馬評の高かった加藤、酒井、浦部の3人に割って入ったのが宮本勇人です。さあこの宮本勇人、今シーズンまだ表彰台がありません。フレームはプラガを使用します。開幕戦の琵琶湖大会では7位、第2戦神戸大会では4位、第3戦の鈴鹿大会ではノーポイント、そして前回の御殿場でもリタイアという苦しいシーズンを送ってきていました。今回は大チャンス。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは遅れたのが安藤かなとがかぶってしまいましたが、スタートは切られませんでしたので安藤は助かりました。安藤かなと偶数列の3番目、偶数列の3番目まで戻れるか。戻りましたね、戻りました。全国各地からやってきております。この全日本西地域と一口に言っても静岡や愛知や九州やと広いわけですけれども、そのドライバーが一堂に会して今スタート。さあ中部地域の宮本ボールショットを持ち込んでいきました。2番手は思いっきり修正度を切りながら酒井仁がついていく形になります。3番手に加藤泰斗、4番手加納義政は4コーナー手前もまだグリップしきっていない、マシンを無理やり止めたという感じ。5番手浦部、6番手には予選の時には様子を見ていたと話していました百瀬、その後ろにそんな余裕はなかったと言っていた山口、そして安藤です。安藤バランス崩しては危ない、何とか立て直しましたが、後ろから竹本柚月がこれを入ってくる前か安藤を守りました。後ろには黒川が菊田に対しましてアプローチをしてポジションを上げてきています。オープニングラップ激しい、4コーナーのところでもこの2周目4コーナーでもクロスラインの取り合いだ。浦部がインカーは入ったと思ったら加納がクロスで立ち上がってきて、加納義政4番手戻ります。昨日は全コースでマシンの底がするという症状が出ていて、火花が散りまくっていたというですね、加納義政、じゃあその火花で大きな花火をって言ったら横から線香花火だよなんてからかわれていましたけれども、今日になってね加納義政そんなマシンの不調は感じさせません。さあそして後方では今4コーナーのところで片桐と竹本のバトルが起きています。トップはそして酒井、2番手に加藤、3番手に宮本とこの周回入れ替わってきました。
ートがこの1個前か2周目のところ入れ替わって、さあ宮本なんとか前についていきたい。トップ酒井、後ろをちらっと振り返ります。2番手の加藤斉藤、いつも結構アグレッシブな走りで、そんなにタイヤ使って大丈夫なのか持つのかって私が実況していることについて、持ちますよ、持つんですからというふうに昨日も話していました加藤斉藤です。じゃあその加藤の前を走っている酒井はこの FS125 で西地域唯一2勝を挙げているドライバーです。現在酒井が2勝、加藤が1勝、また竹本が1勝となっています。今シーズンの過去4戦、酒井は今回勝てば連勝ということになりますが、さあシリーズランキング的にはですね、加藤大輝がトップ、2番手浦部、3番手が酒井。朝一番にもお伝えしておりましたが、酒井仁は今シーズンノーポイントだったレースがありますので、ポイントが丸々上積みされていきます。現在はランキング3番手ではありますが、実質ポイントで言いますと加藤とも浦部とも引けを取らない状況になっています。さあそんな中で今回上位を取っていくと、酒井が一気にポイントランキングトップということもあり得るわけですが、さあどうなっていくでしょうか。近づいてきた、近づいてきた、2番手の加藤大斗、トップ2が引き離していくか、3番手の宮本以降がついていくのか、3番手は宮本、4番手加納、5番手に浦部、6番手百瀬、7番手山口、8番手安藤、9番手片桐、10番手竹本、その後ろ黒川と大見川と菊田、全車周回をしています。スタート直後から変わらぬほど一列大きな隙間は空いていない。トップ2、そしてここで入れ替わった加藤大とトップ入場、そしてそれを酒井が戻してくる、後ろから宮本も来る、どうだ、これは酒井です、これは酒井、おお、そして加納吉政、6コーナーから大外まくっていきました。3番手入場、酒井は後ろを気にしている、めちゃくちゃ長い列ができている。2コーナー、それでちょっと守ったか、後ろがおっとっとという感じになりました。酒井の後ろ加藤、加納、うわー、加藤が右側から左へ戻ったと思ったら、同時に加納が左から右へ動こうとしたり、一触と立つ状態です。上位陣が完全にワンパックになりました。っていうか最後尾までワンパック。今回この125クラスは唯一スポット参戦が一人もいないという状況、さすが今シーズンを戦ってきてその集大成だけのことはある。全車一段、レースはまだまだ序盤、酒井仁が抜けるのか、加藤大輝から噛みついていくのか、ホームストレート戻ってきて周回数は10周終了。さあここでようやくレースが中盤に入ってきたというところです。決勝3分の1が終わりました。立ち上がり的には3番手スタートの酒井が好スタートということになりましょう。しかしながらセカンドスタートの加藤大斗もついているし、5番手スタートの加納吉政もアグレッシブに前半攻めまして上がってきています。宮本もまだまだ余力がありそうだ。そしてその後ろの浦部、さらには予選の時には様子を見ていたと言いました百瀬翔です。現在6番手、その後ろにはこの125去年のランカーでありました山口もつけています。安藤もそうです。みんながみんなどこが入れ替わってもおかしくないような一列周回、最終コーナーから逃げられない酒井が加藤に捕まっている。12周終了、さあ序盤は宮本でした。そこから酒井が出て加藤が出てまた酒井が出てという展開になっています。4番手の宮本に対し5番手の浦部がラインを変えたりしているのが見えますが、パッシングまでには至っていません。
長い伝統を誇ります。かつてはスーパー A クラスも開催されておりました、この中山。さあ動くのは山口太陽が入った。1コーナーから2コーナー、山口太陽が動きまして、ここは6番手争い、入れ替わっていきます。山口太陽これで6番手に浮上。さらにその後ろ安藤からの6コーナーに向けてブレーキング挑戦しますが、パッシングには至っていません。いやー、どこが動くんでしょうか。トップ2はどうなるんでしょうか。14周終了。毎年灼熱の中山と呼ばれるこの伝統の中山のレース、5月に開催しようが9月に開催しようが、いつもめちゃくちゃ暑いというのがこの中山のレースだったんですけれども、今シーズンに関して言えば昨日も今日も主に曇り、昨日はね午後ちょっと晴れてた時もありましたけれども、気温的にも例年に比べたらかなり涼しい状態に争われています。さあ2コーナー、宮本隼人ちょっと離れたところから可能に仕掛けていって3番手に浮上。入るような間合いがなかったんですが、これは宮本うまかったということでしょうか。その後の4コーナーでの可能の逆襲も止めまして、宮本もう一度3番手。さあこれでトップ2を捕まえられるかどうかです。トップ2がこのままラッキーとばかりに一騎打ちに入っていくか。宮本に対しても迷おうえという指示が出ておりますが、さあトップの境はちら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 、どうしても後ろが気にかかる。境は昨日ですね、マシンにクラックが入ってしまったりといろいろあったんですというふうに話していましたね。ですがまあなんとかなるでしょうみたいな淡々とした語り口でした。一方の加藤泰斗はぶっちぎって面白くないレースをしないとねと話していました。そんな2人は先ほど予選ヒートのローリング駆け引きしすぎて2人とも呼び出して怒られたということなんですけれども、じゃあそんなバッチバチの2人がトップと、そして4コーナー浦部が入っていったけどスライド、そのインナーから加納と山口太陽一気に引っ込んできた。今接触はなかったでしょうか。かなり微妙なラインになりました浦部ですが、2ポジションのドロップ吹っ飛んだりはしていきませんでした。じゃあトップ2バチバチ状態で残り周回数が12周、3番手以降はちょっと離れています。ラップタイム的には3番手以降も悪くないんです。トップ2がバトルモードに入れば十分に追いつけます。まだまだわからない。さあしかし加藤泰斗、最終セクションでは加藤が詰めていく。加藤泰斗も早いところやり合ったら後ろが近づいてくるっていうのがね、近づけてしまうというのは分かってるでしょうから、終盤まで様子を見るか。酒井は速さ的には文句はなしといったところです。30秒7、しかし3番手以降は30秒6で走っています。宮本隼人も30秒676、コンマ1秒トップ2よりも速い。ただタイムギャップが今ちょっとついちゃってるというところですね。残り10周です。なんとかなるかならないかはトップ2の動き次第ということになりました。もう早く加藤泰斗に動いてくれ、仕掛けてくれという思いではないでしょうか。3番手以降のドライバーたち、そうしたらまた元のような1台に戻れるのにということで、まだ1台も止まってしまったマシンもなく、大きく離れてしまったマシンもありません。125、全13台、残り周回数9周です。10周を切ってきました。さあトップ2と3番手とこの周回は互角、気を吐いているのが4番手の加納義正です。特にストレート区間でいい伸びを見せております。加納義正、次あたりで宮本に仕掛けてきそうな匂いも漂ってまいりましたが、どう動くでしょうか。トップ2を捕まえられないということになれば3番手争いをやり始めると思われますが、トップ2を捕まえられる可能性があるうちは無駄に動いてはいけないわけです。あーですがこれはちょっとトップ2に対して3番手
ピードの伸びが鈍ってきたか。宮本隼人最終セクションから立ち上がってきて残り周回数は7周。加藤大翔はちょっと離れ始めたか。そして2コーナーです。加納に対してさっき山口太陽が仕掛けました。先に山口太陽4番手に浮上。3番手争いは宮本、山口、加納、浦部、桃瀬、安藤という形になりました。しかしその後ろの片桐も竹本もそれから大三川も黒川も菊田もずっとつながっています。トップの坂井はまた1コーナー立ち上がりで後ろをちらっと振り返りました。加藤大翔が来てる。まもなく残り周回数は5周です。加藤大翔なんとか踏ん張ってるというところなのか様子を見てるのかよく分からなくなってきましたね。坂井のミスを一瞬のチャンスを伺っているものと思われますが、さあどうだ、そろそろ来るか。そろそろ入ってもいい間合いになってきた。やっぱり来た。2コーナー加藤大翔飛び込みます。これでトップ入場。加藤大翔26周目。そして4コーナー守った。4コーナー守ったけど坂井はクロス取れない。加藤がラインをそこも守りました。インガーに振ってそのままライン守っていった。坂井はしかしイケイケだ、まだイケイケだ。そして3番手以降が近づいてくる。残り4周まだ分かりません。宮本にも山口にも加納にも後ろのドライバー全員にいろんなチャンスが舞い降りてきそうだ。トップは加藤大翔。加藤大翔は今シーズン地元であります鈴鹿サーキットでポールトゥーウィンを決めました。今シーズン2勝目となるか。坂井が勝ったら今シーズン3勝目。残り3周です。宮本が勝てば初優勝です。最終コーナーから立ち上がってきます。ごめんなさい、2コーナーから立ち上がってきます。読めなくなってきました。5番手の加納が少し離れまして、トップ集団は4台となります。そして残り周回数は2周です。もう坂井には余力は残っていないのか。加藤大翔少しリードする。スパートに入っていきました。加藤、そして山口太陽が宮本に仕掛ける。山口太陽3番手に上がります。表彰台圏内。山口にとっては久しぶりの上位ということになります。宮本は戻すか。トップ2はもう少し離れてしまった。坂井何か奇跡でも起きないと、加藤がよほどのミスをしないかという感じになって、いよいよファイナルラップです。最終コーナーから立ち上がってきます。4番手にドロップした宮本は後ろから加納が狙ってくる。入ってきた加納、2コーナー飛び込む。4番手5番手争い、前に出てくるのは加納義正だ。宮本を後ろにつける。トップ2はもう変わらないが4番手争いが断行。6コーナーに向かって、宮本インサイド、アウトから加納コントロールを失う。浦部が入ってくる。4番手争いどうだ。浦部5番手に浮上。そして後ろから安藤も突っ込んできて、トップチェッカーは加藤大翔。今シーズン2勝目。2番手には坂井、3番手には山口、そして4番手加納、5番手浦部、6番手宮本、そして片桐、安藤、桃瀬、竹本、大三河、黒川、菊田と最後まで一段となってチェックアウトフラッグに飛び込んできました。 FS125 クラス、まさに今シーズンの集大成にふさわしいバトルでした。